子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんばんは、大変ご無沙汰しておりますが、本当は10月1日十和田湖のヒメマス釣り解禁日の、その釣りの模様を本当はお届けしたかったんですが、いろいろアクシデントありまして、まず早朝、皆さん早いんですよ。あのポイントにこうみんな入ってるんですよね、場所取り、そういう感じなんですが、それにまず乗り遅れたというのと、あとは転んじゃったんですよね。あの、もちろん上田入って湖に入って、それ移動してるんですよ。どこで釣ろうかなって、あの乗り遅れたので、早いところ、2番3番のポイントをちょっとゲットしたくて、高速で移動したら朝の5時半ぐらいかな、もうそのぐらいの時間に池の中、湖の中で転倒してしまって泳いじゃったんですよね。でもうびっしょびしょですよ、あの上田の中にも水入って、寒いんでダウンも着てたんですが、ダウンもびしょびしょ、もう完全に繊維喪失で、復活して釣りはしたんですが、とてもじゃないけどその動画を撮る気分になれなかったっていう。それで電子機器触りたくなくなっちゃったんですよね。それでその模様はちょっと断念して、今回は、アラジンストーブの紹介していきたいと思います。アラジンストーブは皆さん もちろん知ってると思うんですが、好きな方 も使ってると思うんですが、私はこれ近所のホームセンターで15年ぐらい前になるのかな、ちょっと覚えてないんですが、相当昔に3万円ぐらいで、購入して、ちょっと形がちょっと面白いですよね。その形に惹かれて、それまで知らなかったんだけども、ホームセンターに行って、あ、面白い形のストーブだなと思って、なんかレトロ調な感じで、その時に衝動買いして、他に暖房器具あったんですが、部屋でこれをつけてみたいという衝動に駆られて、購入したんですよ。で、ブルーフレームヒーターですか、ここにこう窓がついてて、丸い窓がついてて、そこからこう火を眺めて部屋で楽しんでたんですが、このガラスの筒があるっていうのをヤフーオークションかなんかで売ってたんですよね。アラジンのこの、チムニーっていうらしいんですが、ここの部分を、こういう色の筒が入ってて、窓だけ透明なんですよ、買った時は。これ全部透明にしたら、どの角度からも火を楽しめるというか見て楽しめるって、これ素晴らしいなと思って、オークションで当時8000円ぐらいでしたかね。で、ほとんど入札にはならないんですよね。即決みたいな感じで8000円で買ってこれつけました。で、これインストールもすごく簡単だったんですよ。購入したこの商品と一緒に取り付けの説明が送られてきて、どこどこのネジを緩めて、ここはまずとりあえずこう回転すれば取れるんですよね。で、ここの上の部分のこのネジだとか外して、で、もともとついてた筒を抜いてガラスのこう筒を入れてまた元に戻すだけなんですよ。非常に簡単で、なおかつ効果的に、なんていうんですかね、火を見たいんですよね、人間は。焚き火なんかもそうですし、あったかい気分になれるんですよ。で、私ジャズとか好きなんで、ジャズかけながら、シングルモルトなんか飲みながらこの日をこう眺めてると、明日もまた仕事頑張ろうかななんて思えるんですよね。そういったなんていうのかな、自分がこう自分の気持ちとかこう心をリセットするための一つの、アイテムとして使っています。もちろん暖も取れるんですが、どっちかというとそっち寄りですね。はい、それでは実際どういうふうに火つけたらどんな感じなのか、
見ていきたいと思います。ちなみに今日はコーヒーの飲みながらやってます。まあ、最近結構、まあ、寒くなってきたから、まあ、飲んじゃうんですよね。間に一回コーヒー入れてリセットしてまた楽しむみたいな感じにしてます。はい、少し照明を落とすとこのような感じになります。まあ綺麗ですよね。360度から、まあ、このブルーフレームを楽しめるっていう感じになってます。まあ、これをまあ、ソファーの近くに置いて、まあ、好きなウイスキーかなんか飲みながら好きなレコードのジャズのレコードを聴くみたいな感じが、まあ、私のストレス発散法の一つになってます。はい、もし皆さんも興味あるようでしたら、まあ、ヤフーオークションの方覗いてみてはいかがでしょうか。まあ、ヤフーオークションでしか見たことないんですよね、私は。まあ、例えばアマゾンとか楽天にもあんのかな。まあ、私はちょっとヤフーオークでしか見たことないので、まあ、ヤフーオークで探してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ショートバージョンとかもあるみたいですね。ちょっとこう長さっていうかこう短くなるやつ。私は長いの買いましたけど、まあ、短いのはテントの中とかに持っていくには便利かなと思いますね。まあ、今日はアラジンストーブのガラスチムニーの紹介でした。また面白いことありましたら紹介していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまた後ほど。さようなら。